にご紹介する技は捕縛術です。捕縛とは縄を使って敵を締め上げることです。この縄の先には小さいですが、ここにコマが作ってあります。これがものすごい威力を発揮しまして、ひとたび敵に当たればあばらの骨を砕くほどの威力を発揮します。気になるコマというのは縄を結んでこうやって作ってあるんです。ではこの縄を一体どのように扱うのか。まず敵と戦うにあたり、これで威嚇を行います。これが威嚇です。そしてコマのところでバシッとダメージを与えるわけですが、長くて柔らかいコマですので、ワンポイントずれたら敵の忍者に使われてしまう。今取られて紐が水平になっていますが、これではうまく技をかけることができませんので、持ち方をバッと変えるんです。敵の持っている刀は忍者と刺すための刀ですから、当然ここで私を刺してきます。テイッ、さっとストライク受けて刀を絡めとる。状態が高いですからボン蹴りで落とし、これを首に回していきます。ここで一本の縄を紐の中に通して引っ張ると、グッ、敵を絡めとることができる。これが生け捕りの術です。刀もこのように見えますか、紐でロックされています。動きません。最後は裏剣でバン殴って刀を離した瞬間にサッと引けば勝負あり。それでは今ご説明いたしました技を最後に動きの中で早くお見せいたします。とことことしばらくしよう。行こう。